今日改めて知識に乗るとなんじゃこりゃと、早いなと、なんじゃこりゃだよ、なんじゃこりゃと、やっぱり早かった。お疲れ様です。お疲れ様です。オークションに落とした、はい、インザダーク回、はい、知識、はい、どうでしたか。やっぱりね、あれは僕のけじめとして手に入れたんですけれども、はい、最高っすね。なんかこうライディングガラッと変わって、直樹くんとかもびっくりしてたんですけど。あ、びっくりしましたね。あのなんか今日マジでハングファイブ3秒ぐらい決めてたんで。お、うん、で、リッピングも、リッピングも最後、うん、ありがとうございます。すごかったですね。なんかね、ワードを僕がちょっとね、傷つけちゃった時は半年ぐらい前なんですけど、ワドしか持ってなくて、でちょっとしっくりこない部分もあったんですよ。でそこから F と A に乗らせてもらうようになって、今日改めて知識に乗るとなんじゃこりゃと、早いなと、なんじゃこりゃだよ、なんじゃこりゃと、やっぱり早かったと、やっぱ早かったしね。で考えられるんですよ、こうテイクオフしてから、あ、これどっち行こうかなとか、余裕があるってことですね。余裕があって、テイクオフしてからの余裕が、はい、やっぱりね、その上達するにはやっぱりね、いろんな努力も、あのフィジカル、な部分もたくさんいりますけど、道具ですね。道具ですね。道具が良かったら上手くなる近道です。はい、あと優秀なやっぱり先生と。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。あれば無敵です。はい、ありがとうございます。47歳頑張ります。47歳、この47歳で成長できるって世の中に示せるたんで。はい。すごい良かったと思います。ありがとうございます。頑張ります。アディオス。アディオス。アミーゴ。ムチョグラシアス。ムチョグラシアス。アミーゴ、お疲れです。お疲れです。さよなら。さよなら。お疲れです。